おはようございます。モテキ工作海空研究所朝礼、今日は令和6年8月5日でございます。まあ夏休み真っ只中なので、もう土日とちょっと境目があんまり感覚的にもなくなってきたんですけど、昨日はね、夜会、昨日一昨日とサロン内限定の、トークをしましたけど、来てくださった皆様ありがとうございます。清水さんとね、小山さんだとかも、愛さんからいただいて、テーマね、テーマトークしましたけど、ちょっと久しぶりに、これ久しぶりに話したなっていう。で、まあ話がね、これはサロン内限定だなっていう、いうやつでしたね。ここ1ヶ月いろいろあえてサロン内限定にするほどでもないけど、そうしようかみたいな感じでエネルギー政策とか温暖化そのものとか豪雨の頻発に関してとか、まあ秋田豪雨の話とかもあったからね。あとは、何があったっけ、食料安全保障か。とか、まあまあ、なんか、そうですね。まあ、限定でやってみましょうかっていう、なったら、思いのほかちょっと限定っぽい話になったっていう経路でしたけど、今までは。昨日のテーマは、気象制御、そして気象兵器、あるいは何でしょうね。まあ、まあでもそんな感じですね。一般論として言うと。気象兵器、気象制御っていうのは、そうですね。別に表で語れないかって言ったらそんなにできないこともないけど、限定の方が話しやすいですよね。それは昨日、逆に初めてすごく強く感じましたね。そして、なんか、まあ、喋ってみ、1時間2時間喋ってみて、まあ、結局ね、表で話せないようなことを話したのかって言うと、そうではないじゃないんだけど、やっぱり、サロンの中で、文脈共有してる者同士じゃないと、出てこない言葉であることは、やっぱり相変わらずすごく強く感じたっていう、なんかそういう感じですかね。で、なんかでも、最初はね、すごくシンプルな、疑問とか、これどうなんですかっていう、話から始まって、ブライトバンドとか。あれはね、すごく一言知ってるだけで、だいぶ見え方変わると思うんで、なんだったらね、ブライトバンドを探しに、降水量マップって気象庁が出してるじゃないですか。で、まあ気象庁が元データで、まあ Yahoo 天気が出してたり、ウェザーニュースが出してたり、いろんなアプリでね、雨のマップ、いろんな形で見れるようになってますけど、それって結局どうやって作られてるんだっけっていう、ことに、関わる話なんですよね。で、まあなんかそのブライトバンドっていうのは、降水マップ、平面で見ると、なんかすごく不自然に、まん丸の状態で、雨が、すごく強い場所が、これ絶対人工的にまん丸になってるじゃん、みたいな。っていう風に、マップ上に現れちゃうやつなんですね。まあ、ある種のバグといえばバグかもしれないですね。まあ、なんか、本来、そんなのあるはずない、降水の分布の形に、出てしまう。で、まあ、気象庁としては本当は、できるだけ除去をして、実際の現実に沿ったマップにしたいんだけど、たまにね、除去しきれなくて、ああいう模様が瞬間的に出てしまうみたいなことがあって、まあそれがね、その先の秋田の豪雨とか山形の豪雨とかの時にも、ちょっと僕、その瞬間は知らなかったんですけど、まあどこかの瞬間でどこのかの場所に現れてたと。で、それちょっと、これどういうことなんですかみたいな話とか。それも関わってきたし、すごい面白かったですね。なんかね、あれをね、まあ、もちろんね、別に、ウェザーニュースさんとか、気象庁とかもそうですけど、ウェブサイト上にこうググれば、検索してググれば、ブライトバンドってこういう仕組みで出てしまうですよね、っていう。
まあその解説を読んでも言っちゃいいんですけど、まあ、ああいう時間を使って、対話するみたいなことから話を広げてって、じゃあちょっとあんまり外では聞きづらかったんですけど、こういうことどうなんですかとかっていう話になっていくっていうのは、まあ非常になんか、僕にとってもすごくいい勉強になったし、良き時間だったんじゃないかなとしておりますということでね、愛さんありがとうございました。で清水さんもねコメント欄で付き合っていただきましてありがとうございます。そんな中ですね、皆様それぞれ夏祭り、夏の大会、まあそしてオリンピックとかっていうのでね、結構な盛り上がってますよ。我が家、森本家、やっぱりこれで盛り上がってますよ。陸上のオリンピック、盛り上がってますと。で、全くんは全くんで、スタートダッシュを久しぶりに、ね、陸上クラブでやったらめちゃくちゃいい感じだったと。まあね、なんかね、もう、体がね、中学生なんですよね。気づいたら、あかねさん越してるのね。すっげえでかくなって。あかねさんがこう一緒に写真撮ったらもうなんか中学生の中国写真で、あかねさんもなんかこうね、動画だから違和感ないっていうね。あ、女子一人いるなみたいな感じのいい感じの集合写真ですね。いや、なんかそれも見つつ、オリンピックもありつつ陸上でね、すごいもう暑い夏って感じですけど。で、あとは周平さんも、淡々と朝仕上げて。あとは、なおくんのやつね。そうそう、なおくんの関東祭りの、秋田の伝統のお祭りですけど、でっかい、竹竿にこう、ちょうちんをこう、左右にぶら下げて、でそれをこう、体に軸作って、それをこうなんか頭とか肩とかに乗せて、こうなんていうの、平行保ってあれ神業だよね、やっぱりね。あれその祭りでさ、地域の子供たちがみんなやるわけでしょ。で、大人になったら大人になったでどんどんこう重さが増してって、いや、なんかすっごい不思議な祭りだなと思うんですけど、いや、それやってなんでなんていうの、いや、言っちゃなんだけど、やってなんなのっていう感じの行為ではあるよ。引いた目で見ると。ただね、あれを土地のみんなが、やってるわけ、まあ、男衆のみんながやるわけじゃないですか。あれは、全員必ずすべからく体幹強くなるし、それこそ軸がぶれないで痛いじゃないですか。考えでも何でも、価値観でも。それでいくとね、あれ本当にフィジカルに軸をぶらさないためにこうなんか平行を保ってこうやってなんかいろいろやってるわけですけど、あれを土地のみんながやってまっすぐ上向いて無心にならないと、こう雑念入ったらこう崩れちゃうみたいなやつじゃないですか。あれ何気にすごくなんていうの、まあ、修行とまではいかないけどさ、生き様がまっすぐになるみたいなこととさ、すごくね、関わってる気がするね。あ、もうほんと見事なんだよ。ちょっとナオくんのストーリーズ見てみてほしいんですけど、すごいよ、やっぱり。本物すげえなと思いましたね。で、まあ小さい頃は小さい頃で、小さくて短くて、まあ安全なやつをやるわけですけど、だんだんでかくなってたら、体が出来上がってったら、それに応じて、その、竹竿も長くなっててさ、一本で飽き足らず、告げ足して長くわざわざしたりとかしてさ、そんな長くして、無理でしょみたいな、その、めっちゃ長い、何メートルあるのあれ、10メートルとか普通にあるよね。で、横にもこう、提灯がこう広がってるから、とてつもない重さだし、とてつもないバランスを取らなきゃいけないわけでしょうけど、あれをみんながやるんですもんね。当たり前のように。でもまあ、それこそあれもね、なんていうの、一部のね、それをずっとやってました。それをずっと訓練してます。
ていう一部のスーパー、地元のスーパースターだけができるみたいなさ、そういう感じじゃなくて、秋田のあの関東祭り面白いなと思うのが、みんなできるんですよ。秋田以外の人から見たら、あの神業のようなことを、まあ、小さい頃からみんなやってるからっていうのもあるんだけど、みんなできる。当たり前に。で、まあ、もちろんね、その中でもすごい、人とかって優劣あるでしょうけど、ある程度ね。ね、だけど、それこそさ、走りの学校で1たす1から正しく学べば、必ず誰でもできるようになって、才能じゃないよと。走り方は学びは早くなるからっていう話と、もう全くその通りだなっていうのがよく出てるよね。うん。これだってみんなやってんの。こんな神業みたいなこと。平気で秋田の関東祭りに出ている人たちは、みんなやってたもんね。まあ、僕もね、秋田行った時に体験でちょこっとやらせてもらいましたけど、すごい短いやつね。で、まあ、もちろん一瞬はできるんだよ。そこ、こう、コツをちょっと教わってさ、こうやってやるんですよ、と。まあ、こんな感じで、ほら、手離しても、一瞬こう、まっすぐ立つじゃないですか。一瞬やりましたけど、ずーっとやってたもんね。で、もっと倍以上長いやつをさ、すごいよね、あれね。でもなんか、あれが何を表してるのかね、こう深い文化的背景とか知らないけど、あれ見て、やっぱこう改めて思ったのね、その土地の文化って、大事だなって。もうありきたりな言葉しか出てこないけど、つくづく思ったね。その土地の文化は、なきゃいけないものなんだよね。よくわかんないけど。で、言語化も不能ですよ、はっきり言って。何やってんですかって感じなんだって、その竹の棒をさ、こう真上に突っ立てて、こうやって、バランス取る。で、提灯ぶら下げて、で、ま、何かを、その土地の祭りとか、その土地の文化とかって、ま、何かから、こう、歴史的背景あって、何かを称えたりとか、ね、五穀豊穣の願ったりみたいな。まあそういうのあるっちゃあるんだけど、それで言ったら他の行為でもいいじゃないみたいなことだったりするわけですけど、結局それに修練されて、それが生き残ってるっていうのが、今でもある、その土地の祭りだったりとか、風習だったりとか、文化だったりするわけですけど、それはね、もう、なんか、逆に言語化しない方がいいやつのレベルになっちゃって、ててで、そこまで消化されてるやつ、そのわざともう説明不要ってやつです。っていうやつの方がより大事なのねっていうのをね、ものすごい、なんか強く垂れかけられてるように思っちゃったりしましたね。だって、ちょっと本当にみんな見て、そのストーリー、ナオ君のストーリーズ。で、まあナオ君がその感動祭りのね、ちょちんをさ、ちょちんがこう、わっさーっとぶら下がった、長い竹竿を、その頭にこう、一本で乗してこう、ま、昔ね、小学校の時にほうきでバランスとかってやってたようなやつですよ。まあ、ほうきだったら軽くて短いから、ちょっとしたら誰でもできるようになるけど、あれをさ、もうぶっといこんな竹ですよ。これがもう何メートルとか、10メートルぐらいあってさ、で横にも5メートルぐらいのこう、いろんなこう、ちょちんが、いっぱいぶら下がってて。何キロあるのか知らないですけど。めちゃくちゃ重かったからね。僕がさ、その2、3メートルのやつ体験した時も。想像絶するんだけど。軸をぶら下がないをフィジカルに、実際フィジカルに体験しないと絶対できないですね。あれを土地の男衆が全員やれちゃう。で、それで、文化を共有して、それできる者同士で、もちろんこうね、秋田の中でだって、価値観だったり、考え方違うみたいな、意見が違うみたいなこと、たくさんあっても、ここだけは一致できるよねっていう、もうフィジカルで分かりやすいやつね。そういう象徴なわけですよ。だから、祭りって言ったら。で、
もう、秋田県外の人からしたら、これ本当何やってんのっていう。すごいけど、何やってんだろうな、みたいなやつ。でも、そういうものこそいいんですよね。多分ね。共有する価値があって、ブレないし、安心にもなるし、信頼にもなるしっていうものなんでしょうね。うん、いや、だから、ひろみさんもこう考え深く投稿されてましたけど。いや、なんかすっごい、いや、分かってないだろうけど、わかるなーっていう、うん、思いましたね。いや、親としてね、この成長を感じるときに、まあ、それこそ、柱の傷でこう、背丈比べて、こんなにちっちゃかったのに、こんなに大きくなりましたとかさ、佐藤家にもありましたけど、ちっちゃい頃こんなだったよと。それから今こうだよと。あるじゃないですか。まあ、それくらいだったらね、ピンとくるっていうか、やってる人もやってない人も共感できるところですよ、けど。小さい頃は関東祭りでこの長さだった。今や、日体大生、23歳になったね、お前。もうこんなの。いや、そりゃあね、考えも全然違うでしょうね。柱の傷どころじゃないんだから。関東の長さでそれを測れるわけですから。いや、面白い。面白い。いや、なんか、森本家、佐藤家、ともども親子関係っちゃ親子関係なんですけど、もうわずかな時間ですよ。1、2年だったり、4、5年だったりで、こんなに変わるのかみたいなことを、まあ、あれだったらみんなそう思ってるんでしょうけど、それをね、全く形違うけど、それっとらよね、ストーリーズに上げられてて、面白かったですね。でも夏休みそういうのが出やすいのかもしれないですね。なんかいろいろ発揮するための場が祭りだったり、記録会だったり、大会だったり、あって、うん。で、まあ、その学校以外の時間もいろいろ取れるから、ゆっくり物考えたり、っていうね。そういう余裕があるからっていうのもあるんでしょうね。はい。ということで、佐藤ひろみさんおはようございます。川明宏さんおはようございます。深山愛さんおはようございます。昨日はね、本当に、サロン内限定トークでね、あの話できたの、本当僕にとってはね、貴重な機会になりましたし。結果、僕としては、すごくいい内容、やっぱ僕自分が一人で喋ってるだけのことをね、いい内容とかっていうのもあれかもしれないですけど、ああやって聞かれないと出てこない話だし、わざわざ外で話さないでしょうし、誰にも頼まれないでしょうし、っていう意味でも、まあ、非常になんか、残せてよかったなっていう、サロン内限定トークっていうコーナー作ってよかったなっていう、ね、感じですね。はい。もうすぐね、このサロンも2年目ですけど、2年目っていうか2年経ちますね、もうそろそろね。ですけど、やっぱり続けると続けただけの進化あるもんだなっていうのね。ここ特に愛さんから、ね、こう、橋の学校のオンラインスクール仲間の放課後運動みたいな文脈とは違うメンバーなわけですけど、愛さんは。余計にそれ感じますね、なんかね。あ、こういうことも話せるなとか、こういうことも考えたら面白いんだなとかっていう、広がりとか、ただただ、こう、外に向かって、叫んだり、訴えたりみたいなことだけじゃなくて、まあ、あえてこういうふうに小さく囲って、ゆっくり考えるみたいな。で、まあ、すぐに答えを出さないみたいなことも含めてですけど、いや、なんか、いい時間作れた。かなと、おかげさまで、思いましたね。そう、それで、まあ、ブライトバンドもそうなんですけど、気象制御の話か。ちょっと昨日、携わってる先生の話として、横浜国立大学の筆康さんっていう人を紹介したじゃないですか。で、まあまあ、僕の一個上ぐらいの年で、まあ本当にお互い学生だった時からずっと、まあなんていうのかな、仲良しってのも違うんですけど、いろいろこう、関わりがあって、
なんだったら、うちの息子の出産の時にね、もうすぐ生まれるっていう時に、まあ、病院に行く時に送ってもらったりとかしてたんですよ。車出してもらったっていう。まあ、それぐらい、なんか、なんて言うんでしょうね、不思議なご縁の人なんですけど、まあでも実際研究者としてもう超優秀で、で、人柄的にもめっちゃ面白い人なんですけど、これね、一緒に本も書いたんだよっていう話で、こういう字書きます。筆安さんって、絵筆とか一筆、二筆とかって、筆は筆のままですね。で、安は保険の方とか、保温とか保湿とか保つっていう字なんですけど、筆安弘則さんっていう人で、まあ、この人も、まあ、今、横浜国立大学の教授で、で、台風研究センターとかね、っていうのを、新しく大学内に立ち上げて所長になられて、で、まあ、国のムーンショット計画っていう、まあ、科学技術予算の中でも、最大規模のやつの、リーダーとしてですね。まあ、本当に、今までね、一人で自分の業績を上げるとか、個々のテーマで、新しい発見するとかっていう、研究者のこう枠を、まあ、かなり大きく飛び出したというか、踏み切ったなっていう取り組みをされてる方なんで、まあよかったらね、せっかくなんで、もう昨日あれだけのことを話してたのも、もう小山さんのおかげだから、Y さんにはぜひね、この筆屋さんのことはね、ちょっと一回ググって見てみてほしいですね。まあリンクとかもいろいろちょっと集めて、ご紹介しますんで、一回こう追っかけてみてほしいですね。もう本当に一日さらっとでもいいし、そんなずーっと追っかけるような文脈もないかもしれないけど、でもね、一回せっかくなんできっかけだからこういうのって、まあなんていうか、まあブライトバンドの仕掛けが、あ、分かった、なるほどねって納得してそれで終わっても全然ね、いいっちゃいいんだけど。まあ、せっかくああいう話の展開にもなったし、そうですね。まあ、どこで食と関わるかは分かんないですけどね。その食の安全保障とか食と健康とかっていう話に、まあ、愛さんのこう、メインストリームの部分とかに、どういうふうにどこで関わるかは分かんないけど、まあ、一回その、まあ、何かのご縁だと思って。筆屋さんっていう人をモテ作がちょっと押してくれたから、どんな人なんだろうぐらいの感じでちょっと追っかけてみてほしいです。別に、なんだろうな、この本買って読んでみても面白いと思いますけど、これはもう全然愛さんにも読んでいただけるぐらいの内容ではあると思うんですよ、ね、かなり崩してあると思うんで、まあそれでもいいけど、別にその本とかだけじゃなくて、YouTube でもいいし、筆屋さんの横浜国立大学のサイトをちらっと眺めるぐらいでも全然いいんですけど、いや、なんかこれは僕がもう一つやりたかったことの一つだなって思うのが、まあなんかご縁でこうやってこうサロンでね、なんか時間共有して一緒に考えたり勉強したりみたいなことをやった人に、僕がすごく好きな、好きなって言ったらあれですけど、好きな研究者がどういうことを取り組んでる、どういう背景で、どういうモチベーションで、なぜここに今こだわってるのかとか、今ここに至る背景みたいな文脈とか、内輪の話って、まあ、もちろん、僕もこう研究者としていろいろあるわけですけど、そういう人の話をなんか共有できたらいいかなっていうのも願いとしてあるんですよね。僕がこういうことやってるよ、まあこういう論文書いて弾かれましたよとか、こういう論文書いたら、なんとかやっと通りましたみたいな話もちゃぼちゃぼしてますけど、まあそれはそれで、まあ僕を知ってもらうには、あ、研究ってそういうことやるんですねって、で、感じてもらうには、それはそれで意味あるかなと思ってやってるんですけど、まあ、それ以上に僕としては一番やりたいなと思ってるのは、僕が付き合いがある、大好きな研究者いっぱいいるわけですけど、その人の面白さにもちょっと触れてほしいなっていう。
たまたまこのご縁で僕が入り口になった時に、僕が大好きなこの人の研究って本当こういう風に面白いんですよとか、この人が考えついたから今ね、表沙汰になってるああいう話ってこういうことになってるんですよねとかって、まあ例えばそのね、女がなったら江守正太さんとかって何回も言ってますけど、まあ先日だったらこれですね、気候変動と社会を書いたっていう沖田井寛さんとか、江守正太さんとか吉村恵さんとか渡辺正弘さんとかの話もちょっとしましたけど、まあなんかその人たちって、個々にはさ、自分の興味とは直接関係してなかったかもしれないけど、まあ、何かのご縁でモテ咲くきっかけで、モテ咲くの知り合いですごい面白い人なんだっていうのであれば、ちょっとだけググってみようかなぐらいのことでもいいんで、なんかそれにつながってくれたら結構僕的には嬉しかったりします。なんか、だからといって、なんか僕の知ってる人をどんどんこう、斡旋して、エージェントとしてこう、どんどん紹介してみたいな、それがやりたいかって言うと別にそんな僕もね、ブローカーになりたいわけじゃないし、そんな偉くもないし、そんな力があるわけでもないから、そういうつもりじゃないんだけど、ま、でも、ね、どんな人間関係だってそんなもんじゃないですか、だって。たまたま知ってる人が好きな人に何か面白い人がいるらしいよっていうので、なんとなく繋がってったり、広がってったり、それで得られた見識で世界が広がってったりみたいなもんじゃないですか。っていうことぐらいで、全然軽くポップに捉えてもらえれば全然嬉しいんですけど、それが今回だったらね、愛さんのご興味が、ああいう話だったんで、まあ、それだったら、筆康さんのこととかはね、ちょっと、追っかけてみてと。実際面白いなんて。んで、割と、YouTube にも動画ありますし、ね、横国の教授つって、いや、なんか、ふんぞり返ってるような人じゃ絶対ないからね。でなんか、会ってくださいって言って会いに行ったら会えると思いますしね。っていうぐらいの感じだから、まあ、それぐらいに捉えて、本当に面白いなと思ったら会いに行ってみてほしいですけどね。はい。ということで、佐藤直君おはようございます。山田友人さんおはようございます。中村修平さんおはようございます。寺石由香さんおはようございます。清水信之さんおはようございます。昨日はねありがとうございました。山本健太さんおはようございます。森本あかねさん、全くん、かんくんおはようございます。陸上暑いですね。そして全くんのスタートダッシュも相変わらず素晴らしいです。もうね、しかもあれ、もう体がね、中学生のフィジカルになってから、もうますます、ね、見とれちゃうよね。もう何回も見ましたね、あのストーリーですね。はい、頑張ってください。砂塚森田さんおはようございます。ということで今日も一日皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。じゃあまたね。